バンちゃんは告白セラピストとして今活動してるので、ちょっとメンタル的に興味がある方がこの動画をご覧になってるかと思いますので、ちょっとそのあたりを聞いてみたいと思います。で、僕自身は今みたいに好奇心から本当に自分のやりたいことは何なのかっていうことを知るには、やっぱり自分の自己肯定感、自分を好きにならないと、なかなかそういう自分のやりたいことに対して感じる許可が出せてない、本当にやりたいことは何なのかっていうことを感じられないと思ってますので、もうその自分を好きに、セラピストとして自分を好きになるっていうことについてどう考えられてるか。なるほど。自分を好きになるっていうのはもう全てのベースになるなっていうふうに考えてて、僕もこれで前、その出版企画を書いたことがあるんですけども、もうこの自分を好きになるで一冊書けるなみたいなぐらい、もう一番もしかしたら重要なことなんじゃないかっていうふうに感じてるんですね。で、自分を好きになるっていうのも全てのベースにもなるし、それがエネルギーにもなるし、人生がうまくいくかいかないかの、要因にもなるなと思うんですね。で、じゃあその大事な自分を好きになるっていうふうなことに関して、どういうふうにやったら好きになれるんだろうということで、もう僕自体も、すごくこう、小さい頃からっていうんですかね、ずっとこう、考えてきたことの一部だったわけですけども、結局ですね、ある意味自分をこう、例えば否定しながら、例えばうまくいってる人と比較して、で、その人のこの部分がいいから、自分に受け入れていこうとか取り入れていこうとかして、どん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 理想に自分を近づけていこうと。で、近づけていくことで自分のことがもっと好きになるんじゃないか。っていうふうな、今でこそ幻想だと思ってるんですけども、そういうふうに自分を好きになる方法をトライしてた時期があるんですね。いわゆる一言でまとめると、特別な自分になることによって自分のことを好きになるというふうな方法を、ずっとやってきたということなんですけども、特別な自分になろうとすればなろうとするほど、そこにエンドレスになってしまう自分に、気がついたってことですかね。で、そこじゃないんだっていうふうなのは、心理学を学び始めてからの話なんですけども、いわゆる自分が自分じゃない自分になるんではなくて、あるがままの自分がダメだというところをやっぱり許し受け入れる。で、それも自分なんだっていうふうなので、一つ一つ、自分に優しくっていうことを、実現していくことによって、本当に自分のことを、自信を持ってたり、好きになれたりとか、いうふうになっていくんだなっていうふうに気づいて、そこから今、8年間かけて、そこにトライしてるということですね。じゃあ普通の人が、この動画を見てる人が好きになることって、必要なんだって気づくには、実際にどうしたらいいんでしょうか。ごめんなさい。この、今、画面に夢中だとしました。もう一回お願いします。この動画を見てる人は、やっぱり自分が好きになれなくて苦しくて自分を責めていたりする人が多いかと思うんですけれども、そういう人が自分を好きになるには、実際に好きにならなきゃいけないんだって気づくにはどうしたらいいか。好きにならなければいけないと気づく。多分、ご覧になられてる方も、ほとんど気づいてらっしゃるんじゃないかな。むしろ、自分は好きになりたいんだ。で、自分のこと大好きになりたいんだって思ってる人が大半だっていう僕のイメージですよね。で、自分のことを大好きだっていう人か、
自分のことをもっと好きになりたいんだっていう人か、ないしは諦めてる人か、ってこういう流れがあるとするんですよ。で、諦めてる人はおそらく動画見てない。ああ、なるほど。わけですから。そうなると、この動画を見てる人が大好きな人か、大好きになりたい人か、うん、どちらかしか存在しないっていう、いう前提なんで、それに気づくためにはどうしたらいいですかっていうふうなことは、する必要はない。すでに気づいてらっしゃる。うん、と思います。はい。はい。ちょっと、バッテリーの電源が少ないので、サクサクいきますけど、はい、じゃあ、どうしたら、自分を好きになることができるんですか、はい、好きになるにはどうしたらいいですかというお話なんです。はい、OK です。つまり、自分の嫌いなところをまずはっきりさせましょうということですね。嫌いなところをはっきりさせたら、そこを今度許していくっていうのを一個ずつやっていく。っていうことですよね。例えば僕でしたら、もう小さい頃こういじめられた経験があるんですけども、そのいじめられた自分というのをずっと隠してたんですよね。で、人に言えなかった。で、いじめられてる自分はダメなんだ。で、それが人に知られたら馬鹿にされてしまうんだ。っていうようなところが人に言えなかったわけですよね。で、それをまず自分で許したいって考えたときに、いじめられたことがあるんだ。っていうのを人にこう伝えてみよう。で、それが自分なんだよっていう、あるが思う自分を開示してみよう。で、開示しながら、人から、へぇ、そうなんだ。って言って、馬鹿にする人ももしかしたらいたかもしれないけども、どちらかというと、肯定的に見てくれたりとか、思ったよりもその馬鹿にするとか、そういうね、否定的に捉える人はすごく少なく、むしろすごく身近に感じたとか、そういうふうに言ってもらった方が、なんか壁が、こう、ないとか、人から受け入れてもらうという体験をすることによって、あ、いじめられててもいいのかもしれないな。おー、価値観が移動しますね。いうふうなので、人から受け入れてもらうことで自分で受け入れやすくなるっていうふうな体験をしていって、そこにトライしていることはすごくあるんですね。だから、自分は、こう、まあ、緊張するよとか、すごい臆病だよとか、すごい心配性だよとか、自分ネガティブな部分をあえてそこで開示しながら、で、そんな自分も OK っていうふうなのを、あえてこういうふうに開示していくと、開示していけば開示していくほど、どうやら周りも受け入れてくれる。僕も受け入れやすい。っていうふうな体験がどんどん広がっていくんで、やっぱりその、自分の否定的に思ってることをどのぐらい隠さずに、開示できるかっていうのは、自分を許す上ですごく、助けになるな、っていうふうに感じますね。まずは自分のマイナスを、勇気を出して自己開示してみるということですね。うん、はい。そうですね。あ、待っていい。大丈夫か。あと何分？ちょっと今、バッテリーがあと残りどれくらいあるか見ますね。あと20分あります。結構うまかったでした。うん、はい。じゃあ、はい。なかなかその自己開示しても、はい、そういう勇気を出して自己開示してみても、はい、なかなかうまくいかない。はい、自己開示はしてみたけど、はい、自分を好きになれるなんてならないじゃないか。はい、で、失敗する人が、まあ何かというか、かなりたくさんの人がいると思うんですけども、はい、そういう人にはどうしたらいいんですか？それ。もうまさしくおっしゃる通りで、僕がワークショップをやってる理由はそれなんですよ。っていうのは、ワークショップで毎回ね、輪になって、それぞれが自分の、あるがままの自分を自己開示して、それを受け入れてみるっていう風な体験を一緒に行っていくっていう場を作ってるんですね。
で、それをそれぞれがみんなそれぞれドラマを持ってるし、それぞれいろんな感情で戦ってるし、いろんなところでこんな自分はダメだと思ってるわけですよ。それをあえて思い切って解説するような場面っていうのは意外とないかもしれない。社会の中では。で、それを思い切って開示して受け入れ合うことにより、ああ私も一緒だとか、ね、あるあるとか、全然そんなこと気にすることないよ、あなただけじゃないからっていうふうに伝えることができるとか、いうふうなことを共有し合いながら、お互いに許し受け入れて、しかも自分だけじゃないんだっていうふうなのを感じる場っていうふうなのをワークショップの中で作ってるんですよね。で、それを2週間に一遍、金曜日の夜にやってるんですけども、そういうのをやることによって、どんどん自分が受け入れやすくなったりとか、許されたりとか、でそこで涙される方もいるし、すごい楽になったっていう人も見えるし、そういうふうな方々がいいかもしれないっていうふうな機会を持ったらですよ。ね、それを今度、じゃあ友達にも開示してみようとか、会社でも言ってみようとか、いうふうなので、徐々にこう、免疫がついてるんですよ。で、広がりやすくなるっていうのはありますよね。で、これは僕がたまたまワークショップでそういう場を作ろうっていうふうな意図からやってるんですけども、そういうふうなのを、あえて、例えば友達同士で、今日は本音で、それを受け入れ合うという時間をお互い作ってみないかっていうふうなところから、一緒に居酒屋行ってみるんだよね。そういうふうなところを始めるっていうのもすごくいいし、それがカップルで行うっていうのもすごくいいかもしれないし、親友で行うっていうのもいいかもしれないし、そんなこと思ってたんだ、わかるよとか、これずっと言えなかったんだけどさとか、俺実はこういうところがあってさって、それがもしかしたら自分がね、こういう病気を持っていてとか、こういう薬を飲んでいてとか、こういう鬱になったことがあってっていうのをずっと開示できないまま苦しんでる人もいるかもしれない。でもそれをこう開示することにより、そんなの気にすることないよって、そういう時もあるよねって受け入れられるっていうなことにつながったりもして、それがまた楽になる瞬間になったりするんで、そういう場面がこう世間の中にいっぱい広まっていけばいいなって、そういうコミュニケーションが、そんなふうに感じますね。そういう自己開示して、多分自分を好きになることになる、好きになることができるようなコミュニティを作るにあたって、ここは気をつけておいた方がいいかなと、ここはこうは抑えておいた方がいいかなという点は、単純に2つですね。2つはどんなことでも、ね、否定せず批判せず評価せず、でそのまんまあるがまんまをお互いに受け入れませんかと、ここは安全な場ですから、ね、でそういうのをお互いに受け、普段どんなことを否定しているのか、こう内観していくわけですよ。でここの気持ちに関してどこまで自分が開示できるのか、ここはやっぱ勇気が必要なんですよ。どうしてもとは言っても、さすがにこれだけは言えないなっていうふうな領域をこう持つわけですよ。ああ、誰もあると。あるんですよね。これを安全な場っていうふうなので、お互いアグリしたところだからこそ、思い切って今日開示してみようと。いうふうなところが、開示できればできるほど、今日はいい時間になる。し、それを分かち合えたっていうふうな空間になるんで、それをじゃあ、自分に正直に勇気を持って伝え始めることが自分のためになるかもしれない、この勇気を自分のために使ってあげよう、で、それぞれが思えたら素晴らしいですね、っていう以上2点に対する約束ですね。そういうコミュニティが周りにできていくと、自分を好きになるっていう機会が、機会というか、そういう場が増えるわけですね。そうですね。